車両ホールイギリスのサウスヘッドンで使われていた1829年の石炭車イギリス以外で保存されているものでは最古の鉄道車両であるニュルンベルク交通博物館はドイツニュルンベルクに存在するドイツ鉄道が運営する DB 博物館と通信博物館から構成される博物館であるまたコブレンツに DB 博物館コブレンツハレに DB 博物館晴れの2カ所の市館が存在する。ヨーロッパでも最古に近い技術に関する博物館である。2007年2月より DB 博物館の正式名称はドイツ鉄道株式会社の企業博物館となっている。ヨーロッパ産業遺産の道におけるアンカーポイントとなっている。ルートビヒ2世のおし列車車両ホールに展示されている EP5 型。 電気機関車今日の DB 博物館の前身は、1899年に、バイエルン王立鉄道博物館として設立された。これはドイツで最も古い鉄道博物館である。現在は、ドイツ鉄道株式会社博物館で、会社の博物館であり、また、鉄道の歴史を展示している。現在の建物は1925年に建設された。 1953年に博物館が再開館した。最初の年には1万8000人ほどの来館者であったが、1969年には9万人を超えた。1996年7月1日にドイツ鉄道は博物館を連邦鉄道基金から1、ドイツマルクという象徴的な価格で買収した。 同時に、以前ニュルンベルク産業遺産博物館の館長をしていたユルゲン・フランツケ博士が館長に任命された。ドイツ鉄道は、博物館の100周年に向けて、600万ドイツマルクまでの投資を計画した。2009年には、13万人の来館者があった。特急、ブラウエル・エンツヤンに使用されたヘンシェル・ベーグマンの展望車サロン内部特急。 ブラウエル・エンツヤンに使用されたヘンシェル・ベイグマンの展望車の外部保存されている鉄道車両の中で主なものとしては以下のようなものがある保存車両の一部は博物館そのものには置かれておらず博物館とは道路を挟んで向かいにある車両ホールに置かれているものがあるこれ以外にも博物館は多くの歴史的な車両を保有しており特別なイベントに際して使用される 他の展示として、19世紀末以来集められてきた10分の1スケールの160両分の鉄道模型が、およそ1000平方メートルのスペースに収蔵されている。作られてから100年以上のものもあり、精密さが結出したものである。最初の模型は、1882年にバイエルンオーリツクニュー鉄道の実習生が作ったものである。また、 中を歩けるようになっているトンネルや、踏切、鉄道信号機や分岐器、映像と音の出る運転シミュレータなどが備えられている。鉄道模型の展示約80平方メートルの広さの、鉄道模型で、鉄道の運行の展示を行っている。開館時間中は30分おきに、鉄道運行の基本概念の説明を行う、約10分にわたる展示を行う。 1960年代から1970年代にかけての約5000の軽電気を用いた軽電連動装置で制御している。博物館内には鉄道に関する書籍およそ4万点を収蔵する図書室がある。開花式図書室は平日のみ公開されており、無料の登録をした後に利用できる。図書館間相互対策をすることはできない。 収蔵庫には棚の長さにして延べ 4km 分に及ぶ文書120万点の写真ネガ、10万点の画像、1万点以上の物品などが保管されている。ゴステンホーフ機関区に置かれている消失した機関車の残骸。手前に置かれているのはドイツ国鉄 V100 型ディーゼル機関車2005年10月17日の夜。 博物館の線形古から出火して基礎まで燃え尽きた。この機関庫は、博物館の道向かいにあり、来館者がすぐに訪問することのできる公開スペースで、ある、車両ホールとは異なり、ニュルンベルクからおよそ4キロメートルのところにある、ゴステンホーフにある、ニュルンベルク西車両基地の中にある。ここには、博物館に収容するスペースがなかった機関車が、 良好な状態で保管されていた。ニュルンベルクとフュルトの間で、ドイツで最初の鉄道が開通した時の機関車である、アドラー号の1935年に製作された走行可能なレプリカがここに置かれていたが、大きく損傷した。マイ人間蒸気機関車工場の熟練技術者及び、見習いがこの機関車を修繕した。2年に及ぶ修理の後に、 アドラー号は2007年10月に再び走行可能となり2007年11月23日にニュルンベルク交通博物館で展示された2008年4月26日の復元されたアドラー号の初めての走行ではドイツ連邦議会の議員ドイツ鉄道の取締役バイエルン州のベックシュタイン知事などが参加した1953年に製造された 実動はしないもう一つのレプリカは、博物館で展示されている。最後に残された一両であった、貨物用の45型蒸気機関車、E75 型電気機関車や、その他の展示物、特に機関車や、またそのスペアパーツ類も多くが燃え尽き、あるいはひどく損傷を受けた。合計24両の歴史的車両が火災で被害を受けた。 蒸気機関車と E75 型電気機関車は長期間かけて修理する予定となっている。軽量設計のディーゼル機関車と機動車は修理不可能なほど被害を受けており2006年7月に解体された。炎上し部分的に崩壊した機関庫は解体された。他の博物館に修繕作業のために売却されたり貸し出されたりした機関車もある。そのため、 例えば1959年にドイツ連邦鉄道が最後に製造した蒸気機関車である23型の105号機は外観の修復のためにハイルブロンの南ドイツ鉄道博物館に貸し出された。コブレンツ士官コブレンツのルッツェル地区には士官があり、いくらかの車両が置かれている。この中には高速電気機関車の1 3型、110型、113型、 E44 型、E16 型、それに、ヨーゼフ・ゲッベルスの専用列車などがある。これに加えて、クリスティアン・ハーガンスが1903年に製造した、製造番号499番の、プロイセン国鉄 T3 型蒸気機関車を復元した、ものを厳重な保存状態で見ることができる。この機関車は、 ケルン動物園の遊び場で数十年にわたって遊具として置かれていたものである。現在、ニュルンベルクの火災で被害を受けた2両の機関車が修繕中である。ハレシュカンハレにあるかつての機関区もニュルンベルク交通博物館の主観である。ここでは特に、旧ドイツ国営鉄道の車両を展示しており、零3 型蒸気機関車や E11 型電気機関車、E18 型電気機関車などがある。ここの車両は BSW グループという組織が保守を担当している。また、かつての東ドイツ国鉄の研究機関であったベス、エムハレとその所長であったマックス・バウムベルクに関する常設展示もある。テオドール・ベルクマン製の電動周配車。 1922年から1927年の間に製造され、20馬力で、速度は時速2 0トル2 5トンの搭載能力がある慢性能ポストバス。フランクフルトシュバンハイム間の特別運行において、ニュルンベルク通信博物館は王立バイエルン郵便博物館を発祥としており、1902年に交通博物館へ統合された。 ニュルンベルク交通博物館は観光用の貸切運行に用いられている車両を保有している。ありがとうございます。